ちは。それではですね、まずは腹筋の上の上部ですね、ここを徹底的に締めていきたいと思います。準備はよろしいでしょうか。しっかりとですね、呼吸を止めないで、体幹と言われるこの顎下肩関節股関節の真ん中部分を中心に考えながらしっかり鍛えてくださいね。ではやっていきます。1つ目です。仰向けにまずなってみましょう。なっていただいたら足の裏をつけ膝を立てます。立てていただいたら足と足は必ず閉じてください。これは絶対です。膝と膝離れちゃうと腹筋の強化しにくくなるので絶対に閉じ、これ守ってくださいね。さあ、それではそのまま頭の後ろに両手を持っていきます。さあ、私が行うビコアのトレーニングは特徴があります。絶対に呼吸を止めない、そして早く動かす、これ2つを守ればより体幹力も上がるし、より脂肪も燃えやすくなるんで、やってみましょう。それでは両手頭の後に回したと思います。胸は横に開くように肘をぐーっとですね、開いてみてください。開いたらちょっとお腹をへこませてみましょう。へこませましたか。はい、そのまま息を吸って吐きながらふーっとですね、おへそを見て上半身を起こしてください。この時に肘が内側に入っちゃダメですね。で、膝もしっかり閉じます。はい、このまままず30秒上げたままです。で、この際のポイントは胸をしっかり横に開いて、呼吸をなるべくお腹をへこませてできるんであれば胸の胸式呼吸に切り替えて繰り返しましょう。はい、残り10秒間いきます。9、8、7、6、もうちょっと上半身起こして3、2。さあ、今度は30秒間呼吸を吐きながら細かく上げて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 、足の内側を閉じたまま早く動かします。いいですか。そのまま動かし続けて、胸が内側に入ってませんか。しっかり広げた状態で行わないとね、大胸筋胸が収縮しちゃって効果半減するんで、しっかりと胸を開いて行いましょう。はい、残り10秒間いきましょう。9、8、もうちょっと早くいきましょう。6、5、足閉じて3、2、1。はい、OK、膝抱えます。はい、力をストーンと抜きましょうか。さあ、結構腹筋の上の方に来たと思いますが、これで合ってますね。で、もうちょっと上半身上げて早くできるように、もうできる限り早くできるように練習をしていくっていうことをですね、覚えておいてください。そうすればより短期間で効果が上がります。はい、ではゆっくりとですね、呼吸をしたら仰向けになりましょう。足を伸ばしていただいてリラックスです。お疲れ様でした。皆さん、こんにちは。さあ、今日は腹筋のパーツ2つ目、入っていきましょう。まず今日はですね、縦のこの腹筋のラインをしっかり攻めていきます。ポイントは呼吸を絶対に止めないっていうのと、この体幹ですね、この四角形の部分の筋肉をしっかりとまんべんなく使いながら、さらにこの縦を作る動きを入れていきますので、そこだけ覚えておいてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではまずは横向きになります。横向きになったら肩関節の真下に肘をしっかりつけておいてください。はい、下の肩を腰に下げ、首を長くするイメージは必ず持つ。収縮しちゃうと肩がグッと入った状態だとかなり疲れるんで気をつけてくださいね。はい、そして背筋をキューと頭頂から引っ張って、足を上に出してる前、上足ですね、前の方に持っていきましょう。はい、持ってきた時に足の位置に注目です。前すぎたり後ろすぎたりしないように、自分から真ん中見た時にかかとまっすぐですね、置きます。この位置大事ね。はい、そのままですね、まずは上の手を床に置いていただいて、お腹をちょっとへこませましょうか。へこませたら、せーの、キュッと持ち上げてます。はい、余裕がある方は上に手を伸ばしましょう。はい、その上の指先見ますね。腰をなるべく持ち上げる。OK? 持ち上がりますか？持ち上がらない方ね、この腰周りのお肉、のね、筋肉がちょっと弱ってるんで、まずは指つけていいんで持ち上げられるようになりましょう。で、お尻がね、だんだん前に、後ろか前に行っちゃいます。弱い方。しっかりまっすぐに維持することがまず大事。で、できるようになったら上に手を伸ばします。で、呼吸は止めません。鼻から息を大きく吸って、ゆっくりと口から吐きます。OK ですか？で、この30秒間です。あと5秒間。4、3、2、1。はい、OK。力スタートいきましょう。さあ、これ、基本ですね。
できなかった方はこれをもう一回やりましょう。できそうな方ちょっとチャレンジやっていきますよ。さあもう一度足をまっすぐ、腰から足、頭の先一直線にして、せーの、もう一回起こしますね。はい、起こしたら余裕がある方は手です。でさらに上の手を頭の後ろに持っていきます。はい、さらにできる方下の足を内ももにかけます。30秒間呼吸を止めずに吐いて吐いて吐いて寄せましょう。レディーゴー。で、できない方はさっきの動きをそのまま静止をまずはできるようになってください。で、そうするとこのお腹の周りがグッときます。はい、頑張って。で、早くできれば1、2、3もっと早くできます。はい、 OK です。では腰を落としましょう。うつ伏せになります。力抜いてください。さあこれがですね、まずサイド、まあ今日は片方やったんですけども、サイドやっていきます。ではですね、逆もいきましょうか。反対いきましょう。さあ反対側も肩関節の真下に肘を寄せて、足、お尻、頭の先一直線です。床に手を前の方でついたら、肩は胸を横にしっかりと開いていただいて、せーの、持ち上げます。はい、ちょっとお腹腹部に力を入れる感じ。お腹へこませれたらへこませた方がいいですね。余裕がある方は上の手前、はい、後ろに手をかける方はかけて、でそのまままずは30秒間キープいきましょう。鼻から息を吸って吐いてを繰り返します。顎を軽く引いて、下の腰をですねぐわっと上に上げることを意識してくださいね。はい、残り5秒間、4、3、もうちょっとお尻上げて、はい、 OK、 ゆっくりとお尻を出す。さあ2セット目チャレンジいきましょう。余裕がある方は先ほどもやりましたね、頭の後ろに手を乗せて、内ももに足を添えて寄せていきますよ。はい、ではせーの、キープ。はい、では頭の後ろにいて、下の足を内ももに添えれる方添えましょう。では行きましょうか。レディーゴー。ワン、はい、ツー。吐く、吐く。で、ちょっと無理だわという方はさっきの動きでいいですから、静止がまずできるように体を作っていきましょう。で、まずは呼吸を止めないように体の、体重をですね、自分の体重を支えられるようになってください。はい、残り10秒間いきましょう。9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、OK。力をストーンと抜いて、うつ伏せになってください。はい、以上で、脇腹ですね、やっていきました。また、3本目もお楽しみに、ありがとうございました。皆さんこんにちは。さあ今日は腹筋のパーツ3つ目いきましょう。今日の3つ目はここですね。下腹部しっかりと鍛えていきます。ぽっこりお腹になる原因のこの下腹部の一つ、すごく重大な大きい筋肉になりますから、ちょっとねきついと思いますが、頑張ってついてきてくださいね。今日も呼吸を止めずに速い動きに慣れられるようにですね、しっかり頑張ってください。それではやっていきましょう。それでは肩関節の真下に手のひらをしっかり置いていきますね。で、下伸展と言われる肘が内側にぼっこり入っちゃってる方ね、肘の関節がすごい、急に入ってる方中にいらっしゃるんで、そういう方は肘の裏と裏を向かい合わせにして少し肘を曲げて、腕が一直線になるようにしっかり形を作っていきましょう。まっすぐの方ね大丈夫です。はい、そのままポイントです。体幹を使って呼吸を絶対止めないように今度動かすことで、この下腹部に効くんですが、絶対に肩上げちゃダメです。首をしっかり長くした状態で頑張りましょう。頭下げたり上げたり前見すぎないように、顎をしっかり引いて、頭の位置を背中と同じところに常に用意する、これ覚えておいてくださいね。さあそのまま右足を伸ばしてみましょう。はい、伸ばした時にお尻が右に落ちちゃったりとか、逆に右のお尻が高かったり、これ良くないので、お尻、左のお尻と同じ位置に揃えてください。はい、頭下げませんよ。はい、そのまま顎引いて左足伸ばします。足幅は握り拳1個分ぐらいですね。で、ここでさらにポイントです。背中の真ん中、下の一番背中の肩甲骨の下あたりをキュッとですね、胸の下の方にこう寄せる、これをやってください。こうじゃないですよ、こう寄せる感じですね。で、胸の下の方にキュッと上げますね。はい、これが体幹トレーニングです。これに速さを付け加えていくのが尾行の特徴ですね。吐いて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 やっていきます。これダメです。 OK、 飛んじゃダメです。飛ばないように前に頭を押し出して、これを30秒間今からチャレンジしていきますからね。さあそれではやってみましょう。まずはプランクです、ゆっくりと膝を立てて頭を落とさないようにキープいきましょう。鼻から息を吸って、
吐いて、お尻が下がってきてないですか。頭も気をつけて。さあまず30秒間ねキープするのも結構辛い方、これね自分の生活習慣での筋肉ね、使う筋肉も弱ってきてます。まずは30秒間でもいいのでやれるようにね練習をしていってくださいね。さあそれでは最後に足を肘の方にね近づけていきますよ。レディーゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5。でこの時にお尻がこうやって上がっちゃダメっていうことはこういうことです。これだと下腹部に効かないですね。まっすぐこのまま1、2、3、4、吐いて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 、で呼吸を絶対に止めないようにしてください。でお尻が上がってるとお腹に来ないと思うので、ね、自分でそうだなと思ったら頭をちょっとね前に突き出すようにしましょう。はい、残り5秒間4、3、2、1。はい、 OK です。ゆっくりとリラックスしてください。はい、これは3つ目ですね。ポイントを押さえてやっていかないと結構ダイレクトにそのお腹には来ないので、ちょっとそこの部分注意しながらやってみてくださいね。ありがとうございました。皆さんこんにちは。さあ腹筋のパーズ4つ目最後となります。さあ今日もこの一番大事なですね下腹部の部分しっかりと鍛えていきましょう。この下腹部鍛えることでこのね内ももに総合服する腸腰筋と言われる筋肉も鍛えられますので、そこを意識して疲れ知らずの体最後追い込んでいきますよ。今日も呼吸を止めずにこの真ん中の胴体をしっかり意識しながら、特に下腹部意識してくださいね。それでは最後やっていきましょう。足を立てていただいて、右の足の裏を天井に上げていきましょう。さあ胸を横に広げていただいて、顎は軽く引きますね。はい、そのままお腹をちょっとへこませといてくださいね。へこませたのを観察できたら左足も伸ばします。足と足は必ず閉じましょう。はい、まずはゆっくり30秒間形をきれいに意識して、斜め45度まででいいです。あんまり落としすぎてもですね腰に負担がかかっちゃうんで、なるべくお腹の圧迫を入れたまま軽く1、2っていう感じです。で腰、仙骨って言ってお尻の間に骨があるんですけど、そこが当たって痛い方はお尻の下に手を引きますね。でこのままでやってください、はい、でまず30秒間ゆっくりと動きを決めていただいて吐きます。そのまま胸を広げて吐く。 OK、 ラストいきましょう。さあこれを今度は呼吸止めずに吐いて吐いて吐いて早く動かしていくっていうのが特徴があります、うちのトレーニングのね。はい、では行きましょう。レディーゴー。1、2、ふっ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 。すぐに足を戻す戻す戻す、こうね落とすことを意識するんじゃなくて、すぐにこう戻んなきゃ戻んなきゃ戻んなきゃと思ってやってみてください。で呼吸は絶対止めないように1、2、3、4、5、6。はい、残り10秒間いきましょう。キュッ。8、7、6、5、4、3、2、1。はい、OK、 膝を一旦抱えます。リラックスしてください。ふーっと、そうすると下腹部ですね、お腹の下の部分結構きたかと思いますけど、大体これ2セットぐらいねやるといいと思いますけど、足1セットにもかなり十分な効果ありますね。しっかりと正しく、で呼吸を止めない、これを、そして早く動かす、で早く動かせないと思います最初なので、早く動かす練習を1日毎日でもいいので、1分間でも2分間でもできると思うので、ちょっとやってみてくださいね。ではありがとうございました。